大したことなくてね。間違いだったら魔人クーダショー、魔人の魔法だもん。ほかねん、よし終わり。コレットちゃんは嫌じゃねえのか？ん？何が？いや、何がって、その、自分が巫女だってことがだよ。自分の人生だぜ。自分で好きに生きたいとは思わないか？私、自由に生きてるよ。だって、私が犠牲にならない方法をみんなが探してくれてるもの。でも、もしもその方法がなかった、その時はその時だよ。それにたとえ私の体は奪われても心は自由だから。だから私の心が望むまま世界が幸せになったらいいな。すげえな、コレットちゃんは。俺様にはとても真似できねえ。ううん、私口ばっかりなの。本当にそうなったらきっとダメなんだろうな。だらしない巫女だね。いや、本当にすげえよ。それに比べて俺は。クラトス、コレットを連れて行くつもりか？街中でお前とやり合うつもりはない。お前の腕ではまだ私を倒すことなどできないだろう。バカにするな。事実を言ったまでだ。再生の巫女、生きたいと思うのならその出来損ないの要の門を外すことだ。嫌です。これはロイドが私にくれたものだから絶対に外しません。バカなことを。あいつコレットを狙ってきたわけじゃないのかな。しかし偉そうなやつだな。すかした喋り方しやがって。あんたはその下品な喋り方直した方がいいんじゃないの？それよりロイド、そのケイトという人のところへ行かなくては。そうだな、急ごう。
恨まないでよね。報酬撃した。もらう。決まれねえよ。ハードプレッシャー。はい。ボトム。相手が悪かったな。Woo-hoo!
容赦はしなくてよ。コメントへ、フィールドバリア。熱戦部思考滅流戦、邪魔をしないで。今助けます。ナース。攻撃戦。させません。列車へ。リアクション。あたたよいで。昔はこのガオラキアの森も普通の森だったんだぜ。そうなの。ところがある日盗賊が盗んだ財宝を森の奥に隠してんだ。財宝か。どんな財宝なんだ。時価数十億ガルドって宝石だ。で、そいつを狙ってくる連中を片っ端から殺していったんだ。いや、残酷。いつしか森は血で汚れて、殺された人々の怨念が救う呪われた場所になった。うわ、マジ？またどうせからかってるんでしょ。今でも森に入ると盗賊の幽霊が旅人を殺そうとするんだ。そして盗賊に殺された人々も仲間を増やそうと。今時こんな話、三歳児だって信用しねって。また戦うの。ミールドバリア。滅裂。させません。アクション。で、ミッケ。行くわよ。シャープネス。相手が悪かったな。みんな、怪我には気をつけて。燃えた。アクション。させません。クーレッサン。させません。Thank you.
隠れて。よし、ハッハッハッ、決まったぜ。ハッハッハッ、逃げて、逃げて、逃げて、隠れて、逃げるぞ。ハッハッ、ないよ。ハッハッハッ、フェイキュー。ハッハッハッ、決まったぜ。ストエイド無人剣、まだまだいけるぜ。
トン。これが弱点。スタンダーブレイド思考熱流拳。いけ周到ライバル。
俺なら援護するわ。ハードさせません。撃て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 。まだまだいけるぜ。何も聞こえないけどな。コレットは天使としての聴覚機能をまだ持っているのね。やっぱり足音です。あと鎧の音、たくさんいるみたい。あっちから聞こえるよ。まずいな。あっちはアルテスタが住んでる方だ。まさかさっきの連中の仲間か。コリンを偵察に向かわせるよ。こいつメルト教の下水道にいたやつだ。次から次へと教皇のやつ。そんなに俺様が邪魔かっつ。私はお前たちと戦うつもりはない。その娘と話がしたいだけだ。プレセアと冗談じゃない。僕らの命を狙ってたくせに。他の者たちは知らないが、少なくとも私はお前たちの命など狙っていない。私が命じられたのはコレットという娘の回収だ。私？今はお前たちに危害を加えぬ。プレセアと言ったか。その娘と話をさせてくれ。お前も被害者なのか。プレセアが危ない。何が何だかわからねえけど、とりあえずあの男を止めよう。来るか。ならばやるしかあるまい。やらせる。援護するわ。
事情がありそうね。捕虜にしたらどうかしら。いろいろ話も聞けそうだわ。シーナ、たくさん兵士がいた。みんなこっちに向かってる。急いで逃げて。コレットの耳は正確だね。足音どんどん大きくなってる。まずいんじゃねえのか。でもこのまま戻ったって強行騎士団がいるだろう。仕方ない、瑞穂の里に案内するよ。おいおいおい、シーナ、瑞穂の里は外部に秘密の隠れ里なんだろ。だけどこのままじゃ挟み撃ちだよ。里に逃げ込むしかないだろう。そうだな、頼むよシーナ。じゃあゼロス、そのでっかい男を運んでくれ。俺様が？こんな大男、俺様一人で運べるかっつの。私手伝うね。ゼロス一人じゃ大変だもの。コレットちゃんも優しいな。同じ巫女同士だもんな。うん、そうだよね。思ったより軽いみたい。私一人で大丈夫だよ。そう、はあ、昨今の男性と来たらなん。ほらとっとと行くよ。